どうも皆さんこんにちは、大宮まりでございます。はい、ですね、それでは今回も読書レビューの方やっていきたいと思います。はい、今回紹介したのはこちら、ぶちやまさん原作、くるみつこさん作画の、獣勇者を落としたいでございます。はい、ですね、こちら、じゃらっとしました、ファンタジー漫画でして、まあですね、結構界隈では話題になったのでご存知の方多いと思うんですけど、嵐の方をざっくり説明しますと、こちらですね、世界観としましては、こちらの世界ではですね、冒険者と呼ばれる人々がおりまして、まあね、そのね、冒険者の中でもね、数々の偉業を成し遂げたものを、勇者と呼ぶ、文化がありまして、まあね、主人公のミサはですね、その中の、初心者冒険者でして、まあね、彼女の幼馴染には、シバという、先ほど言った勇者と、もうそれこそ勇者と呼ばれるね、偉業を成し遂げた、人物がおりまして、まあ、その芝に憧れて、ミサもですね、冒険者になって、で、早速ですね、彼とね、旅がしたい、冒険がしたいということで、パーティーを組まないかとね、芝に持ちかけるんですけど、なんとですね、この芝、獣もとい人外好きの、柔道の方でして、パーティーは、人外の女性としか組みたくないというね、なんともね、ちょっと困った性癖の持ち主でしてね、まあ、ミサもですね、憧れのね、人物ですし、幼馴染でもあるので、諦めきれないということで、まあ、彼のことを理解したいっていうのと、あとで、ね、まあ、その芝がね、ちょっと、獣の中でもちょっとね、ヤバめの方のね、獣なんでね、ちょっとこれ見てないとヤバいなっていうことで、まあ、パーティーは組まないけど、勝手についていくよっていう形で、ね、そういう、なんていうかね、ちょっと二人の、奇妙な関係での、冒険が描かれている作品でして、ですね、まあね、こちらね、なんといってもね、まあ、タイトルもあったらね、この獣っていうのがね、すっごいね、キーワードとしてね、色濃く出てましてね、なんて言ったのかな、この、獣の心の叫び、みたいなものがね、もうね、これでも買ってくらいね、この一冊の中にギュッと詰まっておりまして。まあ、例えばですね、獣耳とは違うんだとか、あとはね、四つ足、いわゆるね、そこ、私たちのね、現実世界にもいるような、犬や猫みたいな、そういうね、普通の動物にはね、また違うんだっていうね、そういうね、もう獣がね、一般の方にね、訴えたいことがね、もう、随所に、描かれているんでね、ぜひともね、こちらね、獣以外の方ね、こちら読んでね、興味ある方はね、この獣について、ね、ちょっと、まあ、門を開いてみたらいかがかなって思いますね。まあね、最近ですね、もうほんと獣キャラを扱ったね、作品たくさん増えているんでね、まあね、そこら辺のね、ちょっとね、門戸というか、沼の方にね、ちょっとね、片足出しかけてる人いるんじゃないかなって思うんでね、まあね、ぜひね、これで読んで勉強してね、まあ、沼の中にね、頭の先までね、どっぷり使っていただきたいなって、そういうふうに思います。はい。それではですね、時間の方ちょうどよろしいので、本日はこちらでお別れさせていただきます。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。この動画、気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。あとですね、今回紹介した本の、関する質問や、あとはですね、こういう本を読みたいんだけど、おすすめあるみたいなね、リクエスト等ございましたね。ぜひぜひコメント欄にお寄せいただけたらなと、そういうふうに思います。はい。それでは、ご視聴ありがとうございます。あなたのもとに素敵な本の出会いがあることを、大宮まりがお送りいたしました。さよなら。